に翔平がドジャースと結んだ総額1015億円の超大型契約は大成功？4アンダー&2本塁打の大爆発に米記者確信。現地5月5日、ロサンゼルスドジャースは本拠地でアトランタブレイブスと対戦し、5対1で勝利。6年連続で地区優勝を果たしている強豪相手にスイープを達成した。2番指名打者でスタメン出場した大谷翔平は、第1打席に2戦連発となる9号ツーランを叩き込むと、2打席連続ヒット、そして4打席目にはバックスクリーン左に、飛び込む10号ソロを放つなど、4打数4安打3打点の大暴れだった。打棒爆発の日本人スラッガーに地元記者も興奮を隠せない。ドジャース専門メディアドジャースネーションのダグ・マッケイン氏は初回に飛び出した大谷のツーランを見届けると、すぐさま自身の X に翔平大谷が2点本塁打を放ち、ドジャースが早々に2対0とリード。彼はこれで今季9本目だと、そのバッティングを称賛。そして、ドジャースは野球界最高の選手を10年間確保したことになると断言。10年総額7億ドル約1015億円の超大型契約は成功だと確信の一文を綴った。ドジャースが大谷でどんだけ儲けるか。2年くらいで金銭的には元取れるらしいね。実力面でも1000億円の価値があるし、人気の面でもスポンサーガンガン集めてくるし、余裕で黒字やろ。そらそうよ。投手は何年できるかわからないし、故障が再発するかもしれんが、打つのと走るのはあと10年やれる。スポンサー契約増やしてもうペイしてるのでは？ヒーロー物語としては新天地で輝かしく活躍していくって時に信頼してる通訳から裏切られるとか、しかしそれが転じてチームメイトと密にコミュニケーション取るようになって活躍、というドラマの脚本なら笑われるような流れになっとるね。マジで本当に脚本があるかのよう。引退したらハリウッドで映画化だろ。超大金積まれて大活躍を期待され、その期待通りにしっかり大活躍するすげえわな。多分メジャーの長期契約は5年ぐらいをめどに計算しているのでは？ 5 年働いてくれたら成功。チームで5本のヒットのうち1人で4本打っちゃいました。とへへ。スポンサーとグッズで軽くペイして、さらに観客増えて強くなる。丸儲けや。世界最高の男だな。むしろ歴史上最高の選手。ブレイブスはマジで大谷にやられたな。フィリーズに離されたし、シャレにならんだろうよ。開幕40打席ノーホームランは神様が大谷さんに与えたハンデだな。この程度じゃハンデにもならなかったようだが、わら。忘れてた、わらわら自身のノーアーチ記録作るほどホームラン出てなかったんだ。それが1ヶ月で本塁打王、わらわら。1年で1000億をドジャースが回収しそうなのにはわろた。大谷自身もここんとこの活躍でスポンサー契約がまた増えるだろう。一平ちゃんに取られた分くらいもう取り返してるくさい。この試合は文句のつけようがないな。一人でほとんどの安打を打ってホームランも打って勝利に導いた。ポストシーズンでもブレイブス相手にこれができたらヒーローになれるわ。